構大きいですね。やっぱヨーロッパの犬はでかいわ。Excuse me. How much is, weight is this? How much weight? Weight? Weight. 60 kilograms. Yes. Mm. No problem. Okay. Mm. Okay.英語は通じないな。60キロぐらい。うわ、もっとあるかもしれない。すげえでかい。この犬大きいわ。うわ、全部でかい。すごい大きいですね。ヨーロッパの犬はやっぱり大きいですね。ヨーロッパのバーニーズ大きいですね。アメリカに比べると。よし、ちょっとジャッジが始まってまた取り始めますね。カテゴリーがちょっと分かんないから、もうちょっと大きなカテゴリーになってから、大きなカテゴリーです。その年齢が大きな。ここにもたくさんバーニーズいます。座り。Hello. Hi. Hello.あの向こうの犬もかなりでかいですよ。ちょっとは勘弁していいかな。やっぱね、ヨーロッパはね、あのウクライナとかポーランドとかの犬、あとロシアとかの犬をね、結構飼ってるみたいですよ。ヨーロッパの人たちがですけどね、ヨーロッパの人たちが、ウクライナとかポーランドとかロシアの犬を飼ってるみたいですね。あのバーニーズは、バーニーズマウンテンドッグは。ちょっとこの、ちょっと大味かな。この犬がいいわ。この緑のジャケットの女性の犬が、この犬がいいわ。このバーニーズがいいわ。見て、これこのバーニーズがいいわ。このバーニーズがいいな。絶対この犬がいい。ちょっとね、もうちょっとしたらこの大きな犬たちのカテゴリーが始まると思いますね。ちょっとまた撮り始めます。大きな犬が始まってから。60キロ以上絶対あります。65キロぐらいありますね。この辺70キロあるかな。70キロはないな。70はないですね。65ぐらいですね。かなり大きいですよ。撮りたい。このカテゴリーはチャンピオンクラスだと思いますね、多分ね。バーニーズはやっぱりね、人気ですよ、海外でも。だから数が多いですよね。
左で行われているスイスシェパードがちょっと気になるんですけど、向こう側でねスイスシェパード行われてる。あれも外されたかな。いや日本の方の犬が出てて、あれ外されたかな。わお、でかいなこのバーニーズ。この犬いいわ。大きいだけじゃない、大きいだけじゃなくてこの犬すごいいいですよ。すごいいいです、いいですよ。あれ出ていった、違ったのかな、間違ったのなんかゼッケンをつけ忘れたとか。みんな後ろでみんな見てる人が僕が勝手に目の前に現れて邪魔してる。65キロ、70キロあるかなぐらいですね。え、もう決まったんだろうか。何、もう決まったの。こんなあっさり決めるかな。大丈夫なんだろうか。かなり大きいですよこのバーニーズ。手前の犬よりも奥のこっちの犬の方が大きいです。すごい大きい。どれくらいあるかな。65は絶対ありますね。この犬かなりいいですよ。おーおー、邪魔してないかな。いや邪魔してないのかなって、邪魔してないかなっていうのは後ろにいる人たちを邪魔してないかな。あー、まだ全然外されてない。ちょっと待って、向こう側のそのホワイトシェパードもちょっと見たいんですけど、こういう犬たちですよね。ヨーロッパのバーニーズ大きいですよ、すごい。でただ大きいだけじゃなくて形もいいですよ。前の犬はちょっとどうかな、こっちの犬はちょっとどうかなって僕は思いますけど、こっちの犬の方がいいですね。ちょっと向こうのホワイトシェパード気になる。ホワイトシェパード気になるわ。なんで何回もずっとやらされてるんだろう。
いやずっと走らされてるから、あのホワイトスイッチシェパード後ろの、バーニーズはこの前の犬の方がいいですね。なんであんなたくさん いたのに2頭に絞る、これ絞られたんだろう、あんな一瞬の間にこの2頭のにして、あ、この犬がいいわ、この犬いいですね、うん、このバーニーズすごいいいですよ。このバーニーズいいわ。体も大きいし形もいいですね。
Yes.